中小企業の底力は今回で放送100回。東京のおよそ 99% を占めると言われる中小企業、今まで番組では新しい価値を生み出した企業や苦難を乗り越えた企業など、さまざまな中小企業を紹介してきました。そして今回は放送100回にちなんで、創業100年を超える中小企業をご紹介。中小企業の数だけその底力がある、東京で100年以上経営を続ける老舗中小企業に迫ります。中小企業の底力放送100回記念、東京で100年以上経営を続ける中小企業をご紹介します。東京銀座の一等地、その裏路地にひっそりと佇むのが、数々の政治家や文豪、文化人が訪れたこちらのお店、鉢巻岡田は創業1916年、大正時代から銀座で続く日本料理店です。岡田庄司氏が妻と2人で始めた小さな料理屋が歴史の始まり。庄司氏のトレードマークは手ぬぐいで結んだねじり鉢巻きであったことから、次第に鉢巻き岡田と呼ばれるようになったといいます。その後家族で店の味を守り続け、現在板場に立つのは孫の岡田光三さん。仕込みや買い出しはたった一人で行います。看板メニューは創業時から続くこちらの岡田茶碗、白ネギがたっぷり入った鶏だしのお吸い物。庄司氏がすっぽん鍋からヒントを得て完成させた一品で、常連のお客さんは必ず頼むといいます。酒飲みが酒と一緒に食べて、あ、これはうまいなというものを出してくれますね。先代の料理をしっかり継承しようとしていると思います。さらに冬限定のこちらはあんこう鍋、数々の文豪や文化人が愛し、これを食べないと冬が来ないと言わしめたほど。2016年に創業100年を迎えた鉢巻岡田でしたが、このコロナ禍で客足はぱったり途絶えてしまったといいます。それでも光三さんは東京都の時短営業要請に従いつつ、毎日板場に立ち続けました。なんかやんなきゃと思って、常連さんがここに来れない分、家庭で食べたいので作ってくださいっていうお客様が多かったので、お店に来られないお客さんのためにテイクアウトもスタート。こちらがそのお料理、季節の素材にこだわり、冷めても美味しく食べられるよう調理法を工夫するなど、お店の味のクオリティを落とさないために、日夜たった一人で試行錯誤を繰り返し仕込みを行ったといいます。利益はほとんど出ませんでしたが、それでもお客さんのために毎日続けました。毎週頼んでいただけるお客様にもいらして、そういうお客様に支えられて今があるっていう感じですかね。地道な努力を重ね、お客さんと向き合い続けた光三さん、緊急事態宣言も明け、最近はやっと客足も戻ってきたそうです。そんな3代目の鉢巻岡田の底力とは、やっぱり代々継いできたものは壊さないようにしなきゃなと思いますけどね。あんまり気をてらったことやらないで、今やるべきことは何かっていうのを考えて、それを実践していくだけかな。番組ではこれまで様々な企業をご紹介してきました。その中にも100年以上続く中小企業があります。こちらは東京都墨田区に本社を持つオーベックス。突然ですが皆さん、これなんだかわかりますか？実はこれ、私たちが普段よく使っているペンのペン先。このペン先を専門に作っているのがオーベックス。創業したのは今から130年前の明治時代。
創業者の一人はなんと2024年に新一万円札の顔に決定している渋沢栄一。オーベックスの創業当時の社名は東京帽子といい、日本の西洋化に欠かせない西洋帽子を専門に作る会社でした。当時の西洋帽子は舶来物が多く、一般人には手が届かない高級品でしたが、渋沢たちの努力の甲斐あって高品質な西洋帽子を大量生産することにより一般人にも手が届きやすい価格を実現。そのおかげで日本でも西洋帽子がどんどん広まっていきました。ところが高度経済成長期に入ると帽子をかぶる人が減少、東京帽子も変革を求められることに。生き残りをかけて、次の展開を図ったわけなんですが、やはりその中でですね、一番重要なのは当社がそれまでに培った技術をさらにいろいろな分野に応用して、そこからですね、新規分野への足がかりを作ろうと。新たな道を開拓するためオーベックスが着目をしたのは、当時普及しだしていたフェルトペン。当時フェルトペンのペン先は安価で粗悪なものが多かったので、オーベックスでは帽子製造の技術を生かして高品質なペン先を作ることに成功。そして慣れ親しんだ東京帽子から心機一転、カタカナのオーベックスに社名も変更しました。さらに現在ではペン先製造の技術力を生かして医療機器やコスメ分野など幅広い業界に展開しています。そんなオーベックスの底力とは。渋沢栄一はまず夢がなければダメだというような理念をお持ちで、結果的に必要に駆られてその方向に進んできたということなんですが、新しいものに対するチャレンジ精神といいましょうか、事業の発展に努めてきたということであります。東京で100年以上続く中小企業、続いては台東区にあるホワイトローズ。創業はなんと301年前の江戸時代。現在の代表は10代目の須藤社長。かつて徳川幕府御用達の雨がっぱを作っており、番傘や布製の傘など時代の流れとともに様々な傘を製造。さらに日本で初めてビニール傘を作ることに成功し、現在に至ります。驚くのはその強度。私たちが普段使っている一般的なビニール傘は強風が吹くとこのようにすぐに壊れてしまいます。しかしホワイトローズのビニール傘は違います。台風並みの強風が吹いてもご覧の通り壊れず、とっても頑丈。その品質の良さから皇室にも認められたお墨付きのビニール傘です。そんなホワイトローズに新商品が誕生。ビニール製の折りたたみ傘です。そもそもビニール傘の折りたたみタイプは製造が難しく、どこも手をつけていませんでした。しかし須藤社長は構想10年、開発期間3年を経てようやく完成させたのです。一番の課題はどうやって折り目をつけるかということ。これがエンボス加工というんですけれども、この線の通りに畳んでいただくときれいに畳めるようになっていると。エンボス加工とは紙など凹凸をつけて文字や絵柄を浮かび上がらせる加工技術のこと。折り目を形状記憶させることで簡単に折りたため、しかも何度折りたたんでも破れにくい強度を出すことに成功したのです。もちろんこの傘も頑丈、台風レベルの強風にも耐えることができます。満を持して完成したビニール製の折りたたみ傘。しかしその矢先にコロナ禍がホワイトローズにも直撃しました。コロナで外に出ちゃいけないよというご指導を受けたわけですから、日傘も雨傘も業界としては大変な大きな影響でしたね。そこで須藤社長が目をつけたのはクラウドファンディング。
世界で初めてのビニール製の折りたたみ傘という触れ込みが新しいもの好きな層に受け、当初の予定より9倍以上の支援金が集まったのです。さらにこちらもホワイトローズの新商品、高級志向のビニール傘。椿と白樺の天然木を使用し、ジャンプボタンなど細部にまで高級感にこだわった一級品。そのお値段11,000円。新種のですね、高級なジャンプ傘がないということを、まあ、お客様から伺って、まあ、それを開発しようと、イメージはジェームズ・ボンドということでしてですね、商品の名前は MI7 というんですが、プロモーション動画には社長自ら出演。こちらもクラウドファンディングを行ったところ、なんと1000万円以上の支援金が集まりました。そして現在も新しい商品を開発しているといいます。ビニールで今までにないような日傘ができないかと、これもまた大変難しくてですね、もういろいろと挫折の繰り返しなんですが、今研究開発をしている最中です。 CM の後は飽くなき挑戦を続けるホワイトローズの底力。創業300年以上の歴史を誇り、日本で初めてビニール傘を作った中小企業ホワイトローズ。そんなホワイトローズの底力とは。うちの父がよく言っておりましたのは、自分はバトンランナーだから、まあ、もらったバトンをですね、次の人に受け渡すまでが走り続けるんだということはよく言ってました。はっきり言って苦難の連続だったんですけれども、それぞれがまあ、ただ受け継いでるんじゃなくて、自分の何か特徴を生かして、ある時には卸業であったり、ある時は製造業であったり、立場を変えながら、まあ、できれば一番時代に合っているものをに関わろうというふうに努力してたということじゃないかと思うんですね。東京商工会議所からのお知らせです。コロナ時代を生きる中小企業のための展示会、中小企業マーケット東京2022が開催されます。ライフスタイル、フード、ものづくり、観光体験サービスの4つの分野で、独自の技術や珍しい商材を持つ中小企業300社以上が出展。新たなビジネスチャンスを発見できる機会をご提供。詳しくは東京商工会議所のホームページをご覧ください。